機関車の心臓ともいわれるボイラーを整備する新工場が島田市内に完成し、今日修理を待つボイラーが初めて工場内に運び込まれました。 SL の病院は全国でも数えるほどしかなく貴重な施設です。こちらは80年以上前に作られた機関車 C56 型135号機です。一度引退した車両を大井川鉄道が県外から譲り受け、営業運転で使うために再整備を進めています。車両から切り離されたのは機関車のボイラーです。蒸気機関車の心臓部分になりまして、蒸気機関車が走行するために必要な蒸気を作り出すところなので、圧力も結構かかる箇所になりますので、構造的にはかなり頑丈にできていたり、かなり、修繕は難しい箇所になるのかなと思います。高度な技術を必要とする SL のボイラー修理、専門の業者に委託しています。大鉄が40年以上 SL のボイラーの修理を依頼しているのは、静岡市清水区に本社を置く東海機関です。大鉄の車両が故障した際は清水区まで運ぶか職人に来てもらう必要があり、手間や費用がかかるのが悩みでした。今日ボイラーが運び込まれたのは島田市にできたばかりの新工場。SL 修理専門の工場として東海機関が今月島田市にオープンさせました。 SL の病院は全国でも数えるほどしかないそうで、今後は大鉄の SL だけでなく全国の鉄道会社からの修理も請け負います。今まではですね、東海機関の工場清水の方にありましてね、ちょっと距離的なものがあったんですけども、大井川鉄道の車両機と一緒にですね、東海機関の工場を活用しながらですね、相互にですね、連携しながら、作業していきたいなというふうに思っています。 SL の病院の完成により、大井川鉄道周辺はさらに SL の街となり、全国の機関車を支える地域になりそうです。